円剣塚古墳は、宮城県仙台市若林区円剣塚にある古墳。形状は、前方後円墳。国の史跡に指定されている。宮城県では、雷神山古墳に次ぐ、第2位、東北地方では、第5位の規模の古墳である。4世紀末マイナス5世紀初頭頃の築造と、推定される。仙台平野中央部において、 前方部を南方に向けて築造された前方公園墳である。一帯は縦穴集落遺跡の南小泉遺跡など、弥生時代から古墳時代の集落遺跡の分布が知られる地域になる。1968年に発掘調査が行われたほか1975年には仙台市教育委員会により環境整備計画に伴う確認調査が行われている。 噴球の内公園部は二段築成で、全体の噴球長は110メートルを測る。前方部前面には、国道4号仙台バイパスが横断する。仙台平野では、同時期に築造された雷神山古墳に次ぐ二番目の規模になる。噴球周囲には、堀が巡らされていたが、その幅は一定ではない。吹き石、埴輪は見つかっていない。埋葬施設としては、 公園部において一辺約数メートル、深さ約1.5メートルの縦穴母校が設けられ、母校内部には、噴球主軸と平行に東西に、粘土核2基が据えられた。粘土核の内部には、先竹形木管が収められたと推定される。さらに、排水口を両方の核の南端に作られ、西から東へ水を流したほか、母校の上面は、方形の森土で覆われた。 服装品としては、東角からの御子玉4点、下玉1点、縦串20点が出土している。なお、古墳の外から弾きが見つかっており、7世紀頃まで、この場所で祭祀が行われた形跡があるが、古墳との関連は明らかでない。築造年代は、古墳の形態的特徴や、埋葬施設が、 縦穴式母校で、粘土角で先竹形木管を覆っていること。また、1977年の調査で、粘土角周辺から、底部先行種塗りの、塩釜式機の弾きが検出されたことなどから、4世紀末マイナス5世紀初めと推定されている。この円剣塚古墳に関しては、広瀬川と名取川を挟んだ南方 10km に、位置する雷神山古墳との関係が、 注目されている。これらは宮城県で第1位、第2位の規模を誇り、いずれも大型前方公園墳の北方限界線に位置する古墳になる。これら二つの古墳の築造年代の前後は明らかとなっていないため、両古墳の関係には諸説がある。円剣塚古墳が先行する場合には、円剣塚古墳は雷神山古墳に先立って、 仙台平野を支配した広域主張の墓とみなされる一方、雷神山古墳が先立つ、または同時期の場合には、円見塚古墳は、雷神山古墳に従った主張の墓と推測される。なお、この円見塚古墳は、後世の一時期には畑などに利用されていた。戦後に、日本を占領したアメリカ軍が1947年に、 霞目飛行場拡張工事に使う土を取った際には、公園部の半分が破壊されている。1968年11月8日には、紛糾、及び集合の大部分が、国の史跡に指定され、公園として、保存、整備された。1979年12月には、公園部製法で集合にかかる部分が、国の史跡に追加指定された。現在、 隣接する、東水塚小学校では、古墳からの出土品を保存している。古墳の規模は次の通り。注釈出店。ありがとうございます。